どうもこんにちは。世界的 VIP ゲーです。こちらのですね、ギャラクシー 5G モバイル Wi-Fi なんですけども、やっぱね、見た目がかっこいいんすよね。で、見た感じ、あれ？スマホじゃね？みたいな感じのデザインじゃないですか。ってなると、外に持ち出した時に、このディスプレイ部分が傷がつくのっていうのが非常に嫌っすよねっていうお話で、今回はですね、フィルムをですね、いろいろ考えてみました。もちろん純正のフィルムを買うっていうのが一番いいのは分かってるんですけども、いやちょっと待てよ、僕の経験上ですね、割とね安いフィルムでねしっくりきたりってすることがあるんですよ。というわけで今回はですね、私セリアに行きまして、これ買いました。こちらでございます。 iPhone 13 Pro のですねガラスフィルムなんでございますけども、なんかねディスプレイサイズは全然違うんですけど、全体の感じ、覆ってる感じを見て、これ多分一緒だよねっていう風に思ったので、まあもちろんね差はあるんですけど、大体の部分を覆ってくれるんじゃないかなということを期待しまして、こちら買ってみました。早速中開けていきましょう。中身はこちらでございます。まあ普通のフィルムですよねっていう感じで、多分ねいい感じになると思うんですよ。ちょっと合わせてみましょう。はい、こんな感じですね。うん、だいたいほらこれでディスプレイ部分は覆ってくれてるんですよね。でまあ正直な話、このね端の部分とかは全然覆ってくれてないんですけど、ここ別にディスプレイ部分じゃないのでまあいいかなと思います。ちょっと白にしたら分かりやすいかな。はい、こんな感じ。ここの部分までがディスプレイなので、そこはですね完全に覆ってくれてるんですよ。なのでまあこれでいいんじゃないっていうことを思いつきまして、買ったらですね、はい、こんな感じで多分良さげです。ちょっと貼ってみますね。はい、こんな感じですね。貼ってみました。非常にねいい感じに貼れたんですけど、正直この真ん中に空気がまだ入ってるので、まあこれはしばらく置いてると勝手に抜けてくれるので全然いいかなと思います。はい、というわけでまあ別にケースはいらないかなと思ったんで買わなかったんですけど、さすがにねディスプレイ部分はちょっと守りたいよねっていうのがあったので、こういうね思いつきでやってみたらうまくいったなっていう感じになりました。はい、というわけで今回はですね、 Galaxy 5G モバイル Wi-Fi に iPhone 13 用のガラスフィルムを貼ってみたっていうお話でした。お疲れ様でした。